こんにちは、岩間よい子です。今日は LINE のよくある疑問3選をご紹介します。ブロックすると相手にバレる？ブロックされてるか確認できる？公式アカウントを削除したい？それぞれ解決方法をご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。まずはブロックすると相手にバレる？結論から言うと、ブロックしたことが相手に通知されることはありません。ただし、相手が次のチャプターで紹介するブロックされているかどうかを確認する裏技を知っていると気づかれてしまう可能性もあります。まずは、ブロックした時に相手にどういう風に見えるのかっていうのを確認しておきましょう。こちらが自分のスマホで、こっちが相手のスマホだとして、自分が相手のことをブロックするとします。ブロックするときは、トークルームの右上の3本線から、ブロックを押します。はい、これでブロックしました。この状態で、ブロックされた側のスマホから、メッセージ送ってみると、相手には届いてないんですけども、普通にメッセージが送れているような感じに見えるんですね。送信時にメッセージが送れませんとかいうアラートも出るわけでもないので、見た目上はそれまでと変わらないんですね。ただ実際にはブロックしている相手にメッセージは届いていないので、ずっと未読の状態が続く、こういう見え方になるんですね。友達リストを見てみると、ブロックした側の友達リストからは相手が消えたんですけど、ブロックされている側は友達リストから相手は消えていません。このように見た目上には変化がないので、 LINE の仕様としてはブロックしたことが相手に伝わらない仕組みになっています。続いての疑問は、ブロックされているか確認できる？逆に、自分がブロックされているかどうかを確認する方法はあるんでしょうか？今見てきたように、LINE の仕様上はブロックしたことは相手に伝わらない仕組みになっています。ただし、今から紹介する裏技を使うことで、自分がブロックされているのかどうかを判断することができます。それが、相手に LINE スタンプをプレゼントしてみるっていう方法なんですね。LINE にはスタンプを友達にプレゼントするっていう機能があるんですけど、ブロックされている相手にはスタンプのプレゼントができません。なので、スタンプをプレゼントできるかどうかっていうのが、ブロックされているかどうかの判断になるんですね。実際にやってみましょう。今度はこちらのブロックされている側のスマホを使ってブロックされているかどうかの確認をしていきます。まずは画面を戻ってホームタブを押します。このスタンプっていうところからスタンプショップを開きます。こちらから適当なスタンプを選んで相手にプレゼントしてみます。今回は検索窓から岩間よい子と検索して、こちらの岩迷い子スタンプっていうのを使って試してみたいと思います。スタンプの画面を開いたら、プレゼントするを押します。ここでブロックされているか確認したい相手を選んで、OK を押します。そうすると、ブロックされている場合は、このようにプレゼントできません。〇〇はこのスタンプを持っているためプレゼントできませんと表示されるんですね。で、こちらの今回ブロックしている側のアカウントでは、実際にはこのスタンプは持ってないんですけども、ブロックされている相手の方には、ブロックされてるからプレゼントできませんじゃなくって、このスタンプを持っているからプレゼントできませんというふうに表示されるんですね。もちろん本当に相手がこのスタンプをすでに持っていてプレゼントできない場合もこのように表示されるので、相手が持っている可能性の低い、こういう岩迷い子スタンプとかのマイナーなスタンプでこれを試してみて、この表示が出たらブロックされている可能性が高いと判断できますよね。念のため、もしブロックされていなかった時にどういう風に表示されるのかっていうのを確認しておきましょう。今度はこちらのアカウントでブロック解除してみます。はい、これでもうブロックされていない状態になりましたね。これでまたスタンプのプレゼントを試してみると、こういうふうにスタンプをプレゼントしますかということで、プレゼントの確認の画面に進みます。この状態であれば
スタンプがプレゼントできるということなので、ブロックされていないと判断できます。また、この時に、コインが不足しています、チャージしますかという画面が出ることもあります。この場合もブロックされていません。さっきの相手が持っていてプレゼントできませんっていうのとは違って、コインをチャージしてプレゼントに進む画面になるので、こちらの場合もブロックされていないと判断することができます。どちらの場合も、もうブロックされているかどうかの確認ができたので、実際にスタンプをプレゼントに進む必要はありません。この画面は×で閉じて大丈夫です。コインのチャージもする必要はないので、キャンセルを押しましょう。実際にプレゼントをする必要もないので、コインも消費しないですし、ブロックされていなかったとしても、何いきなりスタンププレゼントしてきて、ブロックされてるか確認しようとしたとか思われることもないので、ご安心ください。続いての LINE でよくある疑問は、公式アカウントを削除したい。無料スタンプやクーポンなどをもらう目的で、ショップなどの公式 LINE を友達に追加することってありますよね。一度友達に登録すると、もうそのサービスを使わなくなった後もずっとお知らせのメッセージが来て、大事な通知が埋もれてしまうこともあるので、たまに整理していきたいですよね。必要なくなった公式アカウントを削除するには、一度ブロックをしてから、ブロックしたアカウントの削除という手順を踏む必要があります。詳しく見ていきますね。例えばこの東京都のアカウント、もう引っ越ししたから必要なくなったっていうことで削除したいとして、よく間違いがちなのが、このトークルームを左にスワイプすると削除っていうのがあるので、こっから削除しようとすると、これだとこのトークルームを削除するっていうことなので、アカウントを完全に削除したことにはならないんですね。またメッセージが来たらトークが復活してしまいます。このアカウントの友達の登録自体を削除するには、一旦トークルームを開いて、左上の3本線からブロックを押します。これで一旦このアカウントをブロックします。次に、このブロックしたアカウントを完全に削除するには、画面を戻って、で、左下のホームを押します。右上の歯車のマークを押します。少し下の友達を押します。ブロックリストを押します。ここにブロックしたアカウントが出てくるので、完全に削除したいアカウントを選んだら、削除を押します。確認が出るので削除を押します。これでもうそのアカウントの友達登録自体を削除することができました。アカウントを削除したとしてもまだトークルームが残っているので必要なければここで左にスワイプして削除。トークルームも削除しておきましょう。これでもう完全にアカウントの登録もトークルームも削除することができました。ということで今回は LINE のよくある疑問3つをご紹介しました。このチャンネルでは他にも LINE のトラブルの解決方法や活用方法をご紹介しています。LINE の知り合いカモにつながりたくない人が表示されてしまう時の対処法や LINE でやってはいけないこと5選など LINE をより快適に使えるようになる情報を配信していますので概要欄のリンクから他の動画もぜひ見てみてください。この動画をいいと思っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。